徳増直樹の簡単聞くだけ原稿教室。この番組は氷上町一部の氷上針灸院院長の私徳増直樹が現役針灸師の目線で日々施術にあたっている体験談や健康に対する知識、そして皆さんの疑問やお悩みにズバッとお答えする番組です。東洋医学という独特の目線で他とは一味違う健康情報をお伝えしたいと思っています。お楽しみに。皆さんこんにちは。氷上町一部の氷上針灸院院長の徳増直樹です。今これを聞いてくださっている方の中には、初めましての方もいらっしゃれば、僕のことを知ってくださっている方もおられると思います。初めましての方も、そして僕のことを知ってくださっている方も、今日は3時44分までお付き合いいただければ嬉しいです。さて今回が徳増直樹の簡単聞くだけ健康教室の第1回目の放送になります。そんな記念すべき第1回目の放送は、実際に番組を始める前に僕と番組のことを知っていただきたいと思い、僕と番組の自己紹介を4つに分けてしていきます。まず1つ目は、この番組をやっている僕の自己紹介と針灸師を志した理由を話していきます。初めましての方には、僕がどんな人間なのかということを知ってもらい、そして以前から知ってくださっている方には、改めて僕のことを知っていただければなと思っています。次の2つ目からは番組の紹介をします。2つ目は、そもそもなんでこの番組を始めようと思ったか、きっかけについて話していきます。そして3つ目は、この番組をするにあたって大事にしていることをお伝えしていきます。最後の4つ目は、この番組の内容、どんなことを話すのかなど、番組の中身について話していきますので、よろしくお願いします。まず1つ目の自己紹介をさせていただきます。名前は徳増直樹と言います。誕生日は平成5年3月27日の27歳です。出身は丹波市氷上町です。家族構成は父、母、長男、次男、長女、祖母、ワンちゃんのクロを入れて7人家族です。資格は針灸師とあんまマッサージ指圧師を持っています。この資格を取りに合計6年間学校で勉強してきました。次は針灸師を志した理由について話していこうかなと思います。これは中学2年生の時のサッカーの練習試合でなった腰痛を針の先生に治してもらい、その針に感動した話です。もしあの時にこの経験をしていなかったら、針灸師になろうとは思わなかったでしょうし、こうして皆さんとお会いできることもなかったと思います。とても大切な話なので、少し長いですがお付き合いいただければ嬉しいです。その話は僕がサッカーを始めた小学3年生まで遡ります。当時通っていた小学校の同級生のほとんどの男の子は野球をしていたのですが、僕はどうしてもサッカーがしたかったので、当時一番仲の良かった友達も誘って一緒にサッカーをすることになりました。サッカーができるワクワク感と練習についていけるかなという不安感の中、僕のサッカー人生はスタートしました。これまで誰からも教わったことがなく、少人数でしかボールを蹴ったことがなかったので、実際にコーチや監督などちゃんとした指導者のいるチームに入り、大人数でするサッカーにどんどんのめり込みました。厳しい練習で何度か心が折れかけましたが、プレーがうまくいって今の良かったよ
とコーチに褒められるとすごく嬉しくて、もっと上手くなろうと練習を頑張りました。学校から帰るとすぐにランドセルをサッカーボールに持ち替えて公園でサッカーをするのが日課でした。常にサッカーボールが足元にないと落ち着かず、寝ても覚めてもサッカーのことばかり考えていました。そういえば最近、小学校からの友達が僕に対して、普段はおとなしいのにサッカーになるとめっちゃ熱くなると言っていたので、サッカーには相当熱いみたいです。そんなサッカーに熱中していた僕は、中学校、高校でももちろんサッカー部に入部しました。高校では小学校、中学校時代にサッカーを通じて知り合った仲間も同じチームになりました。そんな高校時代で一番印象に残っているのは、その仲間たちと一緒に地区の予選を勝ち上がり、29年ぶりの県出場を成し遂げたことです。これは僕のサッカー人生の中でも大事な思い出です。そんな中、僕のサッカー人生に影を落とす出来事が起こりました。僕が中学2年生になった時の練習試合で、なんと腰を痛めてしまいました。僕はその練習試合に先発出場することになったのですが、なぜだか試合の中盤、腰に違和感を覚えるようになり、その違和感がだんだん痛みに変わっていきました。そしてとうとう走ることもままならない状態になり、その場に倒れてしまいました。チームメイトに抱えながらコートの外に出てメンバー交代。結局コーチに家まで車で送っていただき、自宅待機することになりました。この練習試合の時、すごく悔しかったのを思い出します。なぜなら試合に出ているのに自分の役割を果たせずに試合の途中で交代したからです。それからいつも腰の痛みのことが頭から離れません。楽しくサッカーボールを蹴ろうとしても、また腰が痛くなったらどうしようと、いつも腰を気にしながらのサッカーは本当に憂鬱で、腰の痛みを気にせずにボールを蹴られたらどんなに楽しいだろうかと、いつもそんなことを思いながら生活していました。ある日、そんな僕の様子を見かねた父が、一回針に行ってみいひんかと針を提案してくれました。最初に針を勧められた時、そんなん効くんかなと軽く思っていたのですが、この状態が良くなればと、ほんの少しの可能性を信じて針に行くことにしました。そして治療当日、父が午前中仕事の休みを取って車で連れて行ってくれました。治療院へ行く途中、だんだん不安になってきました。本当に大丈夫かな、どんなことするんやろうと、いろいろと考えていました。治療院に着き、院内に入ると、そこには8畳くらいの広間があり、その広間は待合室らしく、そこで父と座って順番を待つことにしました。しばらくすると隣の治療室の扉が開き、おじいさんの先生が出てきました。以前から見てもらっていた父が僕のことを紹介してくれて、僕が腰の痛みで悩んでいることを伝えると、じゃあこっちへおいでと治療室へ呼んでくれました。ついに針治療が始まります。最初不安と緊張でいっぱいでしたが、初めて見る針に、へえ、針ってこんな感じなんやと、不安が驚きとワクワク感に変わっていきました。はじめはうつ伏せになって、背中から腰、太もも、足と次々と素早く針を刺されていきました。治療の最中におじいさん先生が、足が疲れていると腰が痛くなるよと優しく説明してくれたのを覚えています。治療時間は20分から30分ぐらいだったと思います。おじいさん先生が、じゃあ一回起き上がってみてと言われたので、起き上がろうと体を動かした瞬間、僕の体が明らかに軽くなっていることにびっくりしました。こんなにすぐに効果が出ると思っていなかったので、針の凄さに感動しました。
この時自分が思いっきり走っている姿をイメージできたことがすごく嬉しかったです。僕もそういうふうに針で感動を与えられる鍼灸師になりたいと思い、この道を志しました。はい、ということでここまで鍼灸師を志した理由を話してきましたが、この鍼灸師を志した中学2年生の時は、当時僕は13歳でした。僕は今27歳になり、今振り返ればあれから約14年の月日が経ちましたが、痛みで悩んでいる方に針で感動を与えられる鍼灸師になりたいというあの時の志は今も変わっていません。次の2つ目は、そんな僕がこの番組を始めようと思ったきっかけについて話していこうと思います。僕も痛みでしんどい思いをしたので、同じように痛みだったり健康のことで悩まれている方にとって、この番組が健康への入り口になればなと思い始めることにしました。そして健康のことで不安になっている方には、少しでも安心を届けられることができたらいいなと思っています。そして3つ目は、この番組をするにあたって大事にしていることがあります。それはなるべく専門用語は使わずに、分かりやすく簡単、そして楽しく健康について話していくことです。最後4つ目は、この番組で話す内容をお伝えします。オープニングタイトルコールにもありますように、私現役鍼灸師の目線で日々施術にあたっている体験談と健康に対する知識、そして皆さんの疑問やお悩みにズバッとお答えする番組です。東洋医学という独特の目線で、他とは一味違う健康情報をお伝えしていきますので、楽しんでいただければなと思います。この番組の軸となる部分は、皆さんの疑問やお悩みにズバッとお答えするところです。皆さんの疑問やお悩みには優先してお答えしたいと思っておりますので、一人で抱え込まずに当ラジオ局まで送ってください。どんな些細なことでも構いません。一人の疑問がみんなの疑問になりますし、あなたが思っている疑問は他の方も悩んでおられることかもしれないので、ぜひ勇気を出して送ってください。疑問・お悩みの受付期間につきましては、4月の1日から5月の1日までです。もし4月の1日から5月1日までの受付期間に送ってくだされば、6月の第1水曜日にその疑問・お悩みに順番にお答えしていきます。ここで注意なのですが、5月2日以降に送ってくださった疑問やお悩みにお答えするのは7月の放送になってしまいますので、お早めに送ってください。よろしくお願いします。最後になりますが、この番組は皆さんと一緒に作り上げていけたら嬉しいなと思っています。では第1回目の徳増直樹の簡単聞くだけ健康教室はここまで。氷上鍼灸院院長の徳増直樹がお送りしました。皆さん次回またお会いしましょう。さようなら。